どうも皆さんこんにちは。コロンビアレコードの演歌歌手小澤あきこです。あっこチャンネルへようこそ。おいでなーショーご覧いただきありがとうございます。さあ今回はあっこの曲紹介ということで、虹の向こうに鐘が鳴るという作品をご紹介したいと思います。最後までご覧になっておくんなんしょ。ということで、虹の向こうに鐘が鳴るという作品はですね、知っとる方は知っとるし、知らん方は知らんと思うけど当たり前やなんだこれ2005年の10月に発表させていただきましてね、ちょっとジャケットを公開ね、持ってくださってる方もおると思いますが、こんな感じでした。私ね、髪が短いです。2005年っていうといくつ何年前みたいな計算しちゃいますけどね、シングル の裏側というかこんな感じでした。当時、スタイリストさんにね、お衣装を持ってきていただいて、白いこの、あ、そうだ、バンの写真が可愛かったから、ちょっと待ってね。ちょっと待って。これ、これ気に入ってるんですけど、どう？バンはこんな感じで、写真になってるんですけど、ちょっとブリッコしてるでしょ？ 笑っちゃいけど。カメラマンは、小林漠さんに撮っていただきましてね、もう18ぐらいからずっと撮ってくださってる方ですけど、この時もそうでした。漠さんにね、こんな感じ、こんなポーズはどうみたいな感じで相談しながら撮ったと思うんですけどね、写真だから、ね、その時の一瞬をね、こう閉じ込めてくれるわけですけれども、若かったね、私ね。こういう時もございましたわ、あっこちゃん。いろんな作品を歌っている中で、これは、あれです。演歌歌手、最近はお着物で歌う機会が、もうほとんどなんですけれども、こうやって洋装だったり、歌う時にはね、これは、こう、ちょっと、ドレスっぽいのも着てましたね。当時、パンツスタイルで歌ったりとか、歌謡曲路線で、デビュー当時の、こう、清純派路線で。清純派。今でもそうなんですけどね。誰かツッコミ入れてないですか？大丈夫ですか？今でもその路線だと勝手に思っているんですけれども、だいぶね、こう、年齢を重ねてまいりましたけれども、この清純派路線のハッピーソングでございます。虹の向こうに鐘が鳴る。作詞は荒木豊久先生。作曲は杉本雅人先生。編曲が矢野辰巳先生でした。矢野先生はね、コーラスをやってくださいましたよ。覚えてます。そして、この作品が、出来上がった経緯といいますか、当時、コロンビアレコードのディレクターさんと、相談していて、こう、ね、書いていただきたい作家の方、先生はいるかいなんて、そんな話になった時に、杉本先生にお願いしたいっていう話をしまして、こう15歳でデビューをさせていただき、ね、このいろんなこの業界の、例えば忘年パーティーみたいなそういう席だったりとか、もう作曲家の先生、作詞家の先生とか、いろんなレコード会社の方とか、こうお会いする機会があるわけですよ。でそういう時に杉本先生は結構こう、ね、必ずというお会いしてお話をさせていただいたりしてて、でもこう作品をいただくご愛はまだなくて、それでそういうお話をちょっといただいたので、杉本先生はどうかなって、書いてくださるかなってちょっと思って、そしたら書いてくださいました。作詞が荒木先生ね、ですから、で杉本先生ってね、もうご存知の方も多いと思うんですが、結構ですね、
個性がある歌声をしてらっしゃってね、我もこうでは紅白歌合戦にも出になってますがね、まあ、歌手活動もされておりますしね、ライブもすごくかっこいいですよ。でね、デモテープをいただいた時に、うわぁ、もう杉本ワールド全開で、これを私どうやって歌えっていうのみたいな、そんなちょっと戸惑いもありつつも、でも、なんて言うんでしょうね、こう、私らしく、こう、歌えたかなと思うんですが、嬉しかったのは、この作品を、NHK ののど自慢って、奈良の方だったかな、そのお母様が結婚するお嬢様に、娘さんにこう、プレゼントしたいって言って、のど自慢で歌ってくれたんですよ。すごく嬉しくって。あ、そっか、この作品ってこう、そういう新たな、門出にもふさわしい、あ、ウェディングソングとしてもぴったりなんだと思って、発見もあって。で、またそういう、エピソードとかも聞くと、ああ、そっか。でも確かにこう、希望が湧いてくる作品なんですよ。ですから、私にとっても、こういう、なんか、笑顔で歌える、本当に心から、こう、楽しめるというか、なんかそんな、雰囲気の曲って、なんか、またすごく、そういう作品が私のオリジナルにあるっていうことが、とても嬉しくて。では、ちょっとまず歌ってみましょうか。こんな感じの曲っていうのをね、はい、歌ってみますので、聞いててくださいますので、ちょっと待ってね。はい、CD オン。あれ、大丈夫？イントロがね、聞こえますか、あの鐘が虹の向こうの、あの鐘が、イントロがほとんどないですね。あなたと巡り会えた不思議な偶然、思い出を重ね合えばそれが人生、時には悲しみの雨に打たれても幸せは心の近くにいるから、あの虹の向こうに鐘が鳴るの、私は人生に恋をしてるから、聞こえますか、虹の向こうのあの鐘が、こんな感じの作品になりますね。思わず体をこう揺らしながら歌いたくなる、そんな歌ですよね。当時社交ダンスじゃないけれども、なんかもうこの曲でなんかみんなで踊ったり、なんて言うんでしょうね、レクリエーションダンスじゃないけれども、なんかこう輪になって踊ったりとかですかね、なんかそういう楽しみもできる、曲なんだなっていうのを、いっぱい発見もありましたね。それで、じゃあ恒例の、はい、歌詞カードをワンコーラスだけ書いてみました。この歌の世界観というかね、それも私なりにこう感じていることをお伝えしながら、ね、こう歌うときに気をつける、まあ、ワンポイントアドバイスというか、それをですね、ちょっとお伝えしてみたいと思います。そう、イントロがないでしょ？ないでしょって。もうすぐに、曲に入りますので、
注意、カラオケ大会発表会などでこの曲を歌ってくださる際には、袖から歩いていくと、こう歌いながら歩いていかないとというか間に合わないね、センターまでですから、板つきというか、私もそういうことありました。この作品は、1曲目にね歌う時とかは板つきでイントロをかけてくださいとか照明さんにお願いしたりとか、そういう経験もありますが、イントロに注意そして、いきなりねこうサビが来るというか、聞こえますか、あの鐘が虹の向こうのあの鐘が、でここからのまあね、ワンコーラスに入る前のイントロが始まるので、まあね、そこがまあ歌い始める時の、注意、心構えもね、していただいて。そして、あなたと巡り会えた不思議な偶然、思い出を重ね合えば、それが人生。なんか本当に、人生って、ね、こういろんな出会い、巡り合いありますけれども、それもすごい確率ですもんね。可能性というか、なんていうの、ほんの一握りというか、ですか、不思議な、ね、偶然出会いってすごい素敵と思いますけれども、そして思い出を重ね合えばそれが人生って、ですから異性だったり同性だったり、ね、それが例えば師匠みたいな先生との出会いだったり、友人が親友もそうですけれども、なんかいろんな方とのこの巡り合い、なんかそういうのをこう当てはめることができるかなって思います。時には悲しみの雨に打たれても、幸せは、幸せがいいですね、もう人間の幸せです。幸せは心の近くにいるから、そりゃね、涙することもあります。辛い、寂しい、切ないとか、もういろんなね、悔しいとかもあるかもしれませんけれども、でも、幸せは、もうすぐその心の表裏一体というかね、心の近くにいるよって、もうすぐそこに幸せがあるんだからっていう。だから、こう雨が上がった後にはね、虹がかかりますもんね。嵐の後にも虹がかかる。そしてまたね、こう嵐がすごければすごいほど、またその虹がくっきりと綺麗だったりしますから、ですから希望は忘れちゃいけないんですよね。そしてそのあの虹の向こうに鐘が鳴るの、私は人生に恋をしてるから、その虹の向こうに聞こえる鐘、ね、聞こえるかなって、私にしか聞こえないかもしれないけれどもね、その鐘の音を聞くことができる、またそのね響かせることができるのも私自身ね、この自分の人生のね主役は、主人公は私自身ですからね、皆さんもそうです。私は人生に恋をしてるから、またここがいいですよね。ちょっと後で2番も紹介しますね。いいんです、また本当に歌詞が素晴らしくて、自分の人生に恋していきたいですもんね。自分次第でもうね、人生はどのようにもどんな風にもね、また変えていける、ね、それが人生ですから。そして聞こえますか、あの鐘が、水の向こうのあの鐘が。歌う際のポイントは、そうですね、やはりメッセージ性もあるので、歌詞をきちんと伝えてあげること、丁寧に歌ってあげることが大事かなって思います。そうですね、まあね、基本的なことですけれども、あなたと巡り会えた不思議な偶然、丁寧、言葉をこう滑舌よく、思い出を重ね合えばそれが人生、この偶然とか人生とか、こういうところは言葉をこうポン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 とこう、なんていうんですか、小刻みに歌うとまたこういいかもしれないですね。こうリズムがこう生きてくるというか、
そして例えば、なんだろう、技じゃないですね。思い出を重ね合えば、このバーとか、思い出を重ね合えば、それが人生と歌うのではなくて、思い出を重ね合えば、こうちょっと出して、こうちょっとグリスダウンしながらすぼめるみたいな、もうちょっとなんか色をつけるのもいいかもしれないです。そして、例えば、雨に打たれてもとか、雨に打たれてもとか、ちょっと拳を回したり、味付けをしても、ね、演歌をお好きな方は節回しつけたくなると思うので、こういうところで、ちょっと遊び心を入れてもいいかなと思います。そして、ね、サビは、あの虹の向こうに鐘が鳴るの。私は、あの虹のメロディーが分かんなくなっちゃった。鐘が鳴るの。私は人生に恋をしてるから。恋をしてるから。ね、こういうところもちょっと、ラーって回してもいいかもしれませんね。そして、聞こえますか、うん、そう、うんが入りますからね、こう。あの鐘が。で、ここはね、ちょっと、で、こう、ちょっと音に気をつけて、ちゃんと音にがね、上がるように。あの鐘が、虹の向こうの、ちゃちゃちゃ、鐘が、で回してもいいかもしれません。ね、そんな味付けも楽しみながら、にこやかに、笑顔で、歌っていただきたいと思います。では、ちょっと2番の歌詞もお伝えしたいですね。2番はですね、あなたの胸の中は私の青空、流れる雲の行方、それも人生。時には佇んで涙こぼしても、幸せは明日の隣にいるから。あの虹の向こうに鐘が鳴るの。私の人生は一度だけだから。ね、そう、ここです。ね、私は人生に恋をしてるから。2番は、私の人生は一度だけだから。そうですよね。一度きりの人生なんだから、楽しんだもん勝ちです。ね、そのためにはこう、日々、自分自身でこう、努力することも大事だし、こう、なんて言うんでしょうね。こう自分が変わっていくこととか、臆病にならないで、こう、ちょっとこう、勇気を出すこととか、壁を破ることとか、もうね、私自身もそうですけれども、その先に虹がかけられるし、ね、虹の向こうに鐘を鳴らすことができるんでしょうね。あの虹の向こうに鐘が鳴るの、私の人生は一度だけだから、綺麗ですか？あの鐘が。ね、またこの2番だけです。綺麗ですか？になるのが、あの鐘が。虹の向こうのあの鐘が、ちょっと綺麗って、ね、私にしか多分わからないこともあるかもしれないし、でも、こう、誰かと、こう、なんか一緒に鳴らすこともできるかもしれないですしね、その鐘って。ですから、なんだろう、いろんな人生の、虹の色もあり、鐘の音もあり、なんかそれがこう、なんか澄んだね、空に、まあね、こう2番の最初の歌詞には、あなたの胸の中は私の青空ってありますけれども、こう誰かと一緒に、何かこう、まあね、こう虹を描けたらまたそれはそれで素敵ですよね。それが、お仕事だったりとか、ファンの皆様と、チームアッコのメンバーの皆さんと、アッコチャンネル見てくださってる皆さんと、小沢あき子が、何かこう、小沢あき子にだけ、こう、ね、かけることができる、もう皆さんと一緒だから、この空に描ける虹っていうのがあると思うので、
なんかそれを一緒にね、これからの見つけていけたら嬉しいし、一緒にね、ぜひ虹をかけましょうなんだろうこれかけてくださいというか、なんかそんな、なんか気分に今すごくなりました。なんかそういう意味でも、なんかこの作品は、そうですね、こう自分一人だけではない、やっぱり、ね、この幸せが人間にであるように、こう誰かと一緒にまた叶えられることがね、こう虹をかけることができたら、ね、幸せって、ね、2倍にも3倍にもなりますので、悲しみはこう半分にしたり、こう分け合うことができて、こう癒すことができるけれども、幸せってこう幾重にも広がりますもんね。ですから、またアッコチャンネルを通して、小沢あき子の歌がそういう役目を果たせるように、よっ、なんかまた今日決意しちゃった、ね、頑張っていきたいと、なんかそんな風に思いました。ということで、今回はアッコの曲紹介、虹の向こうに鐘が鳴るをご紹介させていただきました。新たな気づきをありがとうございます。ということで、よかったらチャンネル登録もしておくんなんしょ、よろしくお願いいたします。ではでは、またね。コロンビアレコードの演歌歌手、小沢あき子でした。バイバーイ。熱海、熱海で